今回の離婚訴訟の、本質というものを一言で言い表したいと思います。これです。手書きのボードを作ってきました。要するにですね、私はですね、雑誌の取材にですね、応じて、答えたら、なんとオリコンから5000万円の損害賠償を請求されたと。これが今回の裁判の本質だというふうに簡単に言ってしまいます。もう一回繰り返しますと、原告はですね、ヒットチャートで有名なオリコン第登場1位とかよく言いますよね、大企業であるオリコンで、ここから先が大事なんですけれども、なんと被告は私一人、あの大企業のオリコンを相手にしてですね、私一人が、被告になっております。これはどういうことかと言いますと、私はですね、この再造という雑誌の、取材に答えて、それが再造にコメントとして掲載されたんですけれども、オリコンは、これ怪獣オリコンですね、なぜか、再造という雑誌を訴えずに飛ばしまして、私を訴えました。これは今までの日本の、名誉毀損訴訟では、ありえなかったことです。もう一回言います。オリコンは再造という雑誌を訴えずに私一人を個人として訴えた。これがなぜ変かと言いますと、雑誌にはですね、掲載責任というものがあり、編集責任というものがあります。ですから、名誉毀損訴訟で、雑誌を訴える場合には、普通は、執筆者とそれを出した出版社、それから雑誌の編集長、この3人を、連名で被告にするというのが今までの、訴訟の、名誉毀損訴訟の、通例でした。オリコン訴訟はこの通例を完全に、破ってしまいました。このオリコン訴訟が、破ったルール破りですね、これがいかに恐ろしい結果を日本の言論界にもたらしたかということ、これを次回ご説明したいと思います。じゃあ今回この辺で、また続きは、次の週にでもやりましょう。では皆さんありがとうございました。